角川藤見書房藤見書房は日本の出版社角川のブランドの一つ。1972年に株式会社藤見書房として設立され、その後の4度の組織再編を経て現在に至っているが、本校では一体的に開設する。なお、辰巳出版傘下の藤見出版とは何の関係もない。関連会社の東廃合図1972年。 角川書店の教科書の自習書の編集、出版を目的として株式会社富士見書房が設立された。社名は角川グループの拠点である東京都千代田区富士見に由来する。1986年に俳句雑誌、俳句研究を買収し2007年まで刊行していた経緯から俳句関係の書籍も発行していた。1976年にワイルド、 コミックスというレーベルから角田二郎によるコミカライズ、版、八幡村、犬神家の一族、悪魔の手まり唄を刊行。1977年に官能小説の藤見ロマン文庫を創刊。1980年にポップティーンを創刊。1981年に時代小説文庫を創刊。1988年にドラゴンマガジンを創刊。 昭和末期から平成初頭にかけて、アダルトアニメ、クリームレモンシリーズのノベライズを数多く手掛けた、藤見文庫を刊行し、平成期以降に発展した、ジュブナイルポルノというジャンル自体の端緒を開いたと言われているが、現在このジャンルには展開していない。1991年に、角川書店へ、九州合併され、同社藤見事業部となる。藤見書房はその通称となる。 以降は、富士見ファンタジア文庫を中心とする、ライトノベル関係の書籍とそのメディアミックス展開が売り上げの中心となっている。1997年により、モンスターコレクション等のトレーディングカードゲーム事業に着手し、市場にコンテンツを提供している。会社情報2005年10月1日、合併前と同じく株式会社富士見書房として独立会社となる。 ただし販売機能は変わらず、角川書店にあり、工術の漫画雑誌から出される単行本は、士見書房発行。発売は2006年までは、角川書店。2007年以降は、角川グループパブリッシング名義となっている。営業部門も、独自には持たず、KGP に委託しているが、広告上では士見のみで、KGP の名前は表記していない。しかし、 2008年から、角川コミックスドラゴンジュニアのカバー裏では、発行不死身書房販売元角川グループパブリッシングと表記されるようになった。2012年に創立40周年を迎えた。2013年10月1日、角川に吸収合併され、ブランドカンパニーとなった。この時点で、各種カバー裏にあった不死身書房の表記が消滅し、 単に門川のみとなる。その後2015年4月1日にブランドカンパニーが廃止され、藤見書房は門川のブランドとなった。自前の電子配信サイトの終了が相次ぐ。2019年8月7日、ドラゴンエイジのサイトが開設し、藤見書房が持つレーベルはすべて独自のドメインが入ったサイトに移行した。これに伴い、 富士見処方のサイトは各レーベルのリンクが記載されているだけの状態となり事実上閉鎖した。以下のゲームは展開を終了している。ありがとうございます。